札幌宮の森にあるスープカレー奥芝商店の店舗。この日担当者が仕入れてきたのは奥芝商店のスープの決め手、大量のエビの頭だ。そうですね、大体これぐらいのオープン前の時間に配達いたしますね。でまあ一応店舗で使ってるこういったトッピングのむきエビでしたり、まあホタテ。店舗の朝はこのエビの頭の出汁を取ることから始まる。2000匹もの頭を玉ねぎと一緒に煮込む。これでだいたい100杯とか120杯とかぐらいまで取れるかなというぐらい。スープ作りと並行して進んでいるのがこの店の名物、天ぷらの仕込み。そしてこのお店、活躍している方々はというと、仕込みとかあるときは9時半から3時、閉店まで、それからまた5時からディナーがあるときはやってます、5時から8時まで。店名は奥芝ばあちゃん。この日いたスタッフ3人は全員70歳以上。高齢者が主役の店として話題を集めている。住宅地の奥まった場所にひっそり佇む店舗なのだが、地元のファンが連日開店と同時に訪れる。エビスープの4番にお味噌トッピングですね。どうぞ。オープンから今年で8年、土日には行列ができることもあるという。高齢者雇用という形でやるスタートするときに、まあ、どういったものを出そうかという中で、ちょっと天ぷらいいんじゃないかということで、おばあちゃんたちにもしっかりお勧めしてくださいという形でやってもらっているので、やっぱり天ぷらカレーがよく出る形にはなってますね。2006年に創業した奥芝商店、古民家をリニューアルした1号店が話題を集め、その後道内だけでなく東京にも店舗網を拡大。現在11店を展開する。そんな奥芝商店の一番人気の店が JR 札幌駅そばのこちらだ。なんか北海道に住んでた知り合いが教えてくれて、私は炙りバーグチーズみたいな、目玉焼きのバーグ。口コミが良かったので、口コミ見て食べたい。気になるそのお味は。いただきます。なんといってもエビのお出汁がすごく効いていて、スパイシーなんですけど、それをエビのお出汁がちょっとスッとマイルドにしてくれるような感じで、ご飯に絡んでとっても美味しいです。幸せ。そんな魅惑のスープカレーが作られている店の雰囲気はというと、こちらですね、どうぞ。飲食店ってよく最も身近な、まあ、旅行とかって言われることがあると思う。旅行気分を盛り立てようと施したたくさんの花がお出迎え。外国人観光客も多く訪れることから、店内は全体的に和の雰囲気だ。そして一番の特徴は、客の目の前で食材を調理するライブキッチンだ。カウンターの方がちょっと高いんで、こっちの方がちょっと低いんで、上から覗き込める感じになってる。店内の装飾やライブキッチンのようなちょっとした仕掛けで客の興味を引きつける戦略だ。お寿司屋さんにしてもラーメン屋さんにしても、まあ、うどん屋さんにしても流行ってるお店の多くが実際にお客様の目の前で作るお店っていうのが、やはり世界的にちょっと、ね、好まれてるかなっていうのはあるので、ピークには年間7万人以上が訪れていたというこちらの店舗。一見すると順調に見えるのだが、その客足は
コロナによって一時7割も落ち込んだという。特にその時はもう、ね、黙っていればもう自分でも見たことないような金額のが正直会社の口座からもう毎月減っていくっていうような。来る日も来る日も店舗運営のためのコストだけが出る日々。一月で2000万円近い赤字が出たこともあった。社員と店を守るにはどうすべきか、そんな危機感がある商品へとつながった。じゃあこちらにあります。丸井今井札幌本店、えりすぐりの商品を揃えた地下食品売り場にあったのが、はい、奥芝商店エビだしスープカレーです。店舗の味をぎゅっと詰め込んだ冷凍のスープカレーだ。非常に好調でございまして、毎月毎月増産増産を重ねておりますので。生産数は現在月に1万個ほど。最初は1000個からスタートしたが、コロナ禍の巣ごもり需要の波をうまく捉えた。道内各地の百貨店やスーパーのほか、EC サイトでも販売。売上全体の3割を占めるまでに成長した。レトルトではなく冷凍にこだわったのにも理由があった。調理したものをすぐ急速冷凍をかけることによって、素材が持つ食感であったり味そのものをギュッと閉じ込める形になりますので、自社工場で同じレシピで作っておりますので、味に関しては非常にご満足いただけるんじゃないかなと思います。店舗と同じレシピで作られているという冷凍のスープカレー、その製造現場を覗かせてもらった。週に2回工場の方には届けられてる。工場でもやはり仕込みの一手目は大量のエビの頭を使ったスープ作り。そのスープにさまざまな調味料を混ぜ合わせる。これは何でしょう。これがエビの調味料というか、エビの出汁は取ってるんですけど、さらにここにエビ味の調味料を入れていく。トマト味の調味料も加え、スパイスミックスを投入。スープと混ぜ合わせ、沸騰させると完成だ。この後、チキンレッグが入った袋にスープを投入。異物がないか一個一個チェックした後、箱詰めし冷凍庫へ運ぶ。2カ所の工場で毎日およそ1200袋を製造。製造から冷凍までの一連を全て自社で行っている。今は需要に製造が追いついていない状況。今後設備を入れ替えて量を増やす方針だ。冷凍事業を担当するこちらの事務所、ある日の夜、ここで行われていたのが。なるほどね。ネット限定で販売する新たな冷凍スープカレーの試食会だ。キャベツなしにしてロールキャベツ入ってる感じですね、今回。キャベツで甘さは出していくっていうような感じですね。そうですね。この日用意したのは3種類のスープ。チーズハンバーグに一番合うスープをマーケティング、営業、製造の各責任者が試食し、投票形式で選ぶという。チーズ云々じゃなくて、そうボディのね、モサモサ感が、食感が全然美味しくないですよね。味というよりか肉しすぎる。惣菜、惣菜っていうか、お弁当の具みたいな。スープは高評価だったのだが、肝心のハンバーグの方はまだまだだったようだ。いや、いつも普段通りだ。そうですね。いや、自分のなんか固まった考えばっかりになっちゃうんで、他の人の意見を聞いて、あ、そうだそうだっていうのが、ね、どんどん広がっていくっていうのが一番大事だと思うので。
毎月ネット限定の新商品を開発している。これまでに作ったのは20種類以上。納得のいく味になるまで改良と試食を繰り返すという。どっかで食べたことがあるっていう味だったら特殊じゃないんですよ。それだったらマンスリーメニューとして出せないと思います。冷凍部門トップ吉川さん、この日向かったのはパンの人気チェーン店だ。閉店後の店内を訪れパンを箱に詰め始めた。一体どうしようというのか。閉店後の残ってしまったパンをちょっと僕たちの方の工場で冷凍して新しい商品として販売するってこと。売れ残ったパンを冷凍し人気店同士のコラボ品として売り出す計画だ。提供いただいた材料の業者さんとか、あと作ってくれてる従業員のためにも、まあ、最後の最後まで無駄にしないように販売していただけるので非常にありがたいなと思います。定額で一定量のパンを毎月届ける、いわゆるサブスク方式で販売するという。どうやったら一番おいしく配当できるかだったりとか、あとはどこぐらいまでどんぐりさんの品質をこう冷凍した状態で維持できるのかっていうのをテストしているような段階ですね、今は。スープカレー店の運営一本から冷凍食品の製造販売へ。コロナという危機が奥芝商店を一歩先へと推し進めた形だ。うちらしさを広げる方法として、もちろん店舗はなきゃいけないと思ってるんです。でも店舗を広げるよりはよりいいサービス、新しい商品を増やしていって冷凍食品とも連動を図って、で店舗では例えば並んで食べれないけど、なんかネットショップだったら買えるらしいよとか、そういう風になった方が冷凍カレーとかを広げていくっていうのは、もしかしたらスープカレーを世の中に広げていく一つのきっかけになるかもしれないですよね。お昼時にお腹も鳴ってしまいそうな、いや美味しそうだった奥芝商店だったんですけれども、こちらをちょっとご覧ください。もともと店舗があった札幌菊水元町の白石オフィスというところの一部なんですが、はい、無人の販売所を今月6日にオープンしたそうなんです。で先ほどありました冷凍のスープカレーをここでも買えるようにしているということなんです。今後こういった新しい取り組みにもどんどんチャレンジしていくということです。はー、先生 VTR ご覧っていかがでしょう。はい、やっぱりコロナでいろんな業種が随分ダメージを受けたんですけれども、そのアフターコロナないしはポストコロナの社会を考えるときによく重要なキーワードだよって言われるのがレジリエンス、強靭性っていう考え方ですよね。でこの奥芝商店さんも店舗でのカレーの販売で業績を上げてきたんだけれども、それだけではやっぱり十分じゃなくって、じゃあ冷凍もやりましょう、それからどんぐりさんとのコラボもやりましょう、でそのような形で事業の伏線化をすることによってポストコロナの時代を生き抜こうとしているっていうのがよく伝わってきたなと思いました。ピンチのところをどうやって切り抜けるかっていうところの、ね、なんかそこにこう大変だからっていうよりはむしろ楽しんで新しいことに挑戦していこうという前向きさを感じましたね。VTR を見てると非常に若い会社ですよね。だからいろんなことがこう決断も早くて、で、ね、いろんな他の企業とのコラボもじゃあやってみましょうと、いう感じなんですけども、こういったところもやっぱり大事なんでしょうかね。そうですね、やっぱり意思決定のスピードが速いっていうことは、環境の変化がすごく激しい時にはやはりその環境に追随できるっていうことの一つの条件だと思うんですよね。なるほどね、そうですか。では太蔵さん、はい、今日の一言いかがでしょうか。はい、今日の一言はですね、危機こそ会社を成長させるということに尽きるんじゃないですかね、お二人の話を聞いてても、ね、やっぱりね、いろんなコロナ禍でそういう時にやっぱりいろんなことを考えてね、工夫してよし、こう通販でもね買えるようにしようと、パックにしまおうと、またいろんなところとコラボしようと、やっぱそういうところの柔軟性がすごい大事だなと思いましたね、フットワークも軽いんだなと、本当そうですね、はい、はい。